なんかさだってさ基本的にゆかりさ好きなのこういうなんかイベントごとみたいなのは好きなのよ。なんだけどさ好きなのに楽しんでなかったらさちょっともったいないじゃんねやっぱねだからさもうあれもやるわ3月はさあのイースターある何月か知らんけど4月あれもうイースターやるわ別にイースターさウサギでしょしかも。 なんかよくわかんないけどうさぎだよねあの鳥の卵だけどうさぎでしょなんかあれどういう仕組みなの <laughs> ちょっとよくわかってないんだよななんかさやっぱゆかりさなんていうのもう生まれた時からうさぎが大好きじゃんねだからさ <laughs> <laughs> からやっぱちょっとうさぎの何かしらにはさやっぱちょっと乗っかっていかないとなと思ってさもうえもしかしてうさがいの皆さんはイースターの時になったらうさぎの頭に何か乗せますなんかさ なんかねみんなねうさぎの頭になんか乗せるのよな何かにつけてでもゆかりはさその自分で細工したさその魔女の帽子みたいなサンタ帽しかまだかぶせたことがないわけみみちゃんにでもさみんな多分さいろいろ楽しんでると思うのよなんか頭に乗せるやつ 鳥みたいなやつ乗ってるー？<laughs> いいね。でもさ食べちゃったらさやだからさ食べても大丈夫なお花だったらいいけどな、なかまあ、増加だよね。きっとね。うん、可愛い,いな。なんでイースターはさ鳥の卵とウサギなんですか？どっちがメインなの？うさぎがメインなの？わかんないんだよな。なんか成り立ちがよくわかんない。何をする？ やつななのかも分かもんない卵の殻にウサギの絵描くんだっけなんか分かんないんだよイースターイースターは復活祭でしょうんで生命力の象徴が卵とうさぎあそうなのうさぎは生命力の象徴なのあのー、繁殖がすごいはあから弱きものだからねうさぎは。 弱きものだから、繁殖力がすごいのよ。なんか淘汰されないようにさ。うーん、なるほどね。で。<laughs> <laughs> <laughs> で、で、なんなんなの。イースターはさ、なんかさ、イースターに食べる食べ物って決まってんの。なんか、その、ちょっとよくわかんない卵のやつはさ、なん、ちょっと何用かよくわかんない。あれみたいなこと。ハロウィンのランタンみたいなこと。わかんないけど。だ、飾りじゃん。 食べるものはこれハロウィンはさお菓子がさ食べれたりするじゃんねイースターはさ何何食べたらいいのなんか食べ物を満喫したいじゃんそんなのないのかな特にイースターには卵料理それさあの卵の殻を使うにあたって中身がもったいないからのやつじゃないのわかんないけど再利用しようみたいなアメリカのイースターは <laughs> 全然関係ないの出てきたぞハムハム <laughs> いやうちさハム割と冷蔵庫の中入ってるわけよ何かあった時にさあのハムとか卵とかがさあるとさなんかなんかなるやろと思ってだからハムはね確かに割と生のまま食べますハムに関してはチーズとくるくるしてだからもう毎日イースターだわじゃあうち。 フランスはラムラム肉とか食べたことない <laughs> えラム肉ってさジンギスカン違うあじゃあ一瞬食べたことあるけどなんかもうちょっと無理だったからだから食べられないなんかさああいうのってさ本当に美味しいところで食べたら美味しいよとかさあの何、ー、て言うの 育ちがさなんていうのそのそのお肉の育ちによるとかさ言うじゃんねその余計なもの食べてなかったらとかさイノシシとかもそうだしさその山奥でなんか本当に。 いいどんぐりがどんなやつかちょっとわかんないけどいいどんぐりばっかし食べてたら全然臭みがないよとかさなんか言うじゃんねでもさそのいいどんぐりしか食べてないんでこのイノシシは全然臭みがないんでって言われてさ調味うお店の人がちょうど屋で出してきたさ、うん、やつ食べたらさちょっとやっぱ無理ですってなったことあるわけ。 だだだからさ、うん、無理だと思うんだよ、ね、<laughs> 何も言わずに出されたらもしかしたら先入観ないから食べれたりするかもしんないけどでも結構匂い敏感だからどうなんだろうなっていう気はするんだよな、うん、なんか豚肉とかもさ自分の体調とかによってはさなんかちょっとあちょっと匂い今日嫌だなってさ思ったりとかさするじゃんね。 あとね、彼に鶏肉も結構実はあって、これ前も言ったかなあの、焼いてあるとだいぶ平気なんだけど、煮てあるとちょっと苦手な時結構あって、だからさ、親子丼が苦手な時がたまにあるのよ。なんかそんなに頻繁にじゃないし、自分の体調によるんだと思うんだけど。